シャドウガーデンを強く大きくするってアルファ様が言っていたのです。デルタも強くなるのです。だからこれからイノシシ狩り、これは鍛錬なのです。アルファ様にも言われたのです。毎日イノシシばかり飼ってくるから処理に困るって。ボスも同じこと言うの？鍛錬の相手になったイノシシはシャドウガーデンで美味しく食べるのです。朝もイノシシの丸焼き食べてきたところなのです。うん、楽しい。アルファ様に言われて盗賊狩りもしたのです。それも楽しい。デルタ狩り好き。